はい、こんにちは。今回は花植え加速器について解説していきます。バンドルパックを購入するとおまけのようにねついてくるアイテムなので、いくつかね持っている人はいるかなと思います。最初に言いますと、このアイテムはレベルがある程度高くならないと進化を発揮しない上級者向けのアイテムになってます。レベルが上がれば上がるほど隊列の数が増えせるようになるんですけれども、隊列が増えるとたくさん花が植えられるようになります。そしてこのアイテムは花がねたくさん植えられるようになると進化を発揮するアイテムなので、欲を言うとねレベル62以降になってから使いたいなと、個人的には感じますね。基本情報からおさらいしますと、このアイテムを使用すると15分間花びらの消費量が2倍になる代わりに花が植えられる量が2倍になります。価格は200コインになります。ポケモン GO のお香のようにまとめて一気に使うこともできます。2つ一気に使うと持続時間が15分から30分になります。このアイテムの使い道として、ビッグフラワーをね咲かせる場合と花植えのお題を終わらせる場合の2つが挙げられると思います。まずはねビッグフラワーを咲かせる場合について話していきます。ビッグフラワーを通常咲かせる場合には花を300本植える必要がありますが、通常時は一度に植えられる花の量は200本くらいまでになってます。同じ場所に連続して花植えをすることはできず、再度同じ場所に花植えをしたい場合は5分ほど待つ必要があります。つまりビッグフラワーを一人で一から咲かせようとすると必ず5分のクールタイムを挟むことになりまして、時間がかかってしまいます。しかしこのアイテムを使用するとサークル内に一気に400本近く植えられるようになるため、5分のクールタイムを待たずにフラワーをね咲かせることができます。ただしこのアイテムを使うときは、あまりビッグフラワーを咲かせる目的で使おうとするとね結構ね使い勝手が難しいと感じてまして、理由はこのアイテムの持続時間が15分しかないこと、あとね価格が200コインと高いというのがね挙げられます。ビッグフラワーを咲かせる目的でどうしても使いたいんだったら、なるべくつぼみが密集しているような場所で使うと良いと思います。個人的におすすめの使い方としましては、花植えのお題をクリアするために使うこと、これをねおすすめしたいです。また花植えのお題を早く終わらせる方法については前回に出したこちらの動画を参考にしてください。時間のかかる花植えのお題をこのアイテムを使うことで早く終わらせることができます。こちらのアイテム15分しか効果がないのですが、花植えのお題をクリアするためなら15分でもかなりね効果を得られます。15分で1500本植えたら3000本、3000本植えたら6000本という感じで、やっぱりね花植えのお題を終わらせる時に使えるアイテムなのかなと思ってます。最後にこのアイテムを使う時に意識すべき3つの点について紹介していきます。このアイテムを使う時は、事前に花びらをたくさん用意する、花植え加速器を使った後に花植えをオンにする、ビッグフラワーのサークル内で使い始める、この3点がとても大事です。それぞれ解説していきますと、事前に花びらをたくさん用意するについては、こちらのアイテム使用すると花びらの消費量も2倍になります。だから通常よりもね2倍体感で花びらが早く減っていくので、あらかじめね花びらをねたくさん用意しておきましょう。2番目の花植え加速器を使った後に花植えをオンにするについては、これどういうことかっていうと、花植えは一番最初の植え始めが最も多くね花を植えることができます。そのため花植えをする前に事前に加速器をつけておくと、最も花を植えられる一番最初の花植え時でも2倍のボーナスの恩恵を受けることができます。最後のビッグフラワーのサークル内で使い始めるについては、これは前の話に通ずるんですけれども、最も花植えができる一番最初の花植え時にビッグフラワーのねサークル内に入って花植えをすることで、一気にねビッグフラワーをね開花まで持っていくことができます。これはね加速器を使う時に限らず、通常時のビッグフラワーの開花を狙う時でも使える知識なのでね、覚えておくと役立つかなと思います。今回の話はこれで以上となります。花植え加速器のね使い道と使い方について解説させていただきました。参考になりますと幸いです。ということで今回ねこの辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。